おーちゃん。こんにちは、ともです。ついにタブレット買ってきました。じゃじゃん。いくらやったっけ ?4 万2000円ぐらいです。長女についてきてもらって、散々迷って買いました。じゃ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 ん。おーちゃんもいます。何やってんのかなって。これ開けんの大変そうね。ありがとう。ここはちょっと、あれやな、名前が載ってるから、開くの。名前載ってないじゃん。そうか。自分に書くやつ。あ、そうか。違う。これ、取れただけ。そうやろ、なんか思ってた。それ取んねえやと思ってた。ここやろ。あ、そう。これで、ライブ配信のチャットがスムーズに見れたら、嬉しいけど、ちょっと最初に設定しないとあかんから、それができるのだろうか。全部開けたら、こうシューシューシューってやったら、うん、こう、うん、そうそう、シューシューシューって言って、そうそうそう。あ、乱入。乱入です。乱入しております。アンドロイドやな。アンドロイド。はい。iPad買おうと思ったら、うん。3ヶ月待ちやったな。そうそう。あ、そう。iPad 買おうと思ったら、3ヶ月待ちやって、で、こっちの Android のタブレットにしました。おっちゃんの頭が。じゃじゃーん。こっちこっち。すごいな。これ何？これ何？充電器とか。あなんかこんぐらいの大きさで11インチ、うん、カバーはなんか5000円ぐらいで高かったんで買わずにネットで買います。なんか立つの？あ、そうなん？立つんや、こうやって。えほら、すごじゃん。それがカバー？そんなことなく、え、どうなってんねやろ、わけがわからん。後ろはこんなんで、ここで立つのかな。あ、こうやって見てきてんねや。すごい、すごいね、うん、まずこれで電源を長押しで入れます。アンドロイド、はい、ようこそ。で、開始。でから、同意してください。同意でいいのね。はい。おーちゃんが叫んでます。Wi-Fi に接続しなあかんから、一回切った方がいい。あ、そうか、うん。はい、ということで、設定してもらいました。ついてきてもらって、あの設定もしてもらってめちゃくちゃ助かりました。あの私一人やったらね、もう絶対無理やったんで、はい、よかったです。またあのテスト配信しようかな、どうしよう。ちょっとまだわかんないですけど、あのライブ4回させてもらったんですけど、あのライブのたんびにあのチャットが見づらくて、で携帯であのこうやってもドアップでいつも見て、あの結構ね、あの後からアーカイブ見てももうドアップでめっちゃ嫌やったし、でもこの体勢がもう結構体が辛くて、はい、これであの無事解決すると思います。また近々ライブさせてもらうと思うんで、またあのコミュニティにもあの書かせてもらいますので、あのよかったらいらしてください。で、あのゆさんなんですけど、あの1ヶ月前に湯さんを始めたっていう動画を撮ったんですけど、あの湯さんっていうのは
シャンプー剤を使わずにお湯だけで洗うっていうシャンプーの仕方なんですけど、でそれを1ヶ月やってみてどんな感じか報告するって言ってたんですけど、結局は毎日湯煎っていうのはちょっとしんどくなったんで、3日に1回シャンプー剤を使うようにしました。なので3のつく日、3の倍数、3日に1回、シャンプー剤をつけてシャンプーするようにしました。その他はお湯だけで地肌を洗うようにしてました。で結果なんですけど、いい感じです。はい。まあ今はね冬やからっていうのもあるんかもしれないですけど、でこのまま3日に1回シャンプー剤をつける、であとは湯煎、お湯で地肌を洗うっていうのをやっていきたいと思います。髪の毛のためにはなんかその方がいい気がしますね。はい。はい、今日もご視聴ありがとうございました。もう12月ですね。師走に入りますけど忙しくなりますね。皆さんもお元気で、それではまた次の動画で会いましょう。それではまた。バイバイ。バイバイ。